川勝知事は、静岡県の県知事公舎に住んでいる県知事公舎は、就任から少なくとも3年間、公用部分が利用された記録が一度もない。県知事公舎は、大変使い勝手が悪い、老朽化が進むことを考えれば、公舎の見直しは検討に値すると答弁している。それから11年経過した現在も、建て替えが行われた形跡はない。なぜ11年間も不便と感じながら、県知事公舎に手を加えていないのだろうか。本当は、別の自宅があるのではないだろうか。この答弁を紹介した記事は、現在も在籍している自民党静岡県議のホームページに掲載されていたが、2023年にホームページごと削除された。ウェイバックマシンというサイトを使えば現在も見ることができる。